応援ありがとうございました。残念ながら試合には勝てませんでした。ただ今年我々が目指しているサッカーはきっと皆さんに伝わったと思うので、とにかく今度は最終節になりますけど、必ずあのダービーフラッグを愛媛に持ってきたいと思います。それまでまだ41試合ありますので、ぜひ続けてください。よろしくお願いいたします。とにかく力強くホームの開幕戦スタートさせたいと思ってますので、点を取って勝てるように全力で頑張りたいと思います。ぜひスタジアムで一緒に戦ってください。よろしくお願いします。